クション性に自信がないですよ、カブラキは。左を押せばいいって言うから来たんです。桐立由美、君かわいいね。桐立由美さんね、これオーディションできるんですか、カブラキが。剣道部一本でしたが、高校へ入り文武両道を極めたいと思い、初めてのアルバイトはネクストデイマートで働きたいと思いました。なぜなら体作りで毎日のように通ったご恩があるからです。一日も早く仕事を覚え、戦力となれるよう頑張ります。ちょっと真面目委員長タイプね。文武両道真面目委員長、女子からはモテるけど恋愛には多くて、ぬいぐるみが好きだけど可愛いぬいぐるみが好きってことを知られると恥ずかしいから誰にも言ってない、そういう女の子ですね。かわいいね。体力と忍耐力には自信があり、アルバイトも全力で取り組みたいです。はい、解釈一致。次、